ベルンハルト2世は、ビルング家出身のザクセンコーザクセンコーベルンハルト1世とヒルデガルトフォンヒターでの、子で、ヘルマン・ビルングの孫。ベルンハルト2世は、リューネブルク、フェルデン、メレンベック、ミンデン、ヘルフォルト、ケムナーデ及びフィッシュベックのフォークトであり、フリースラントについても、白尺の権利を持っていた。1002年7月、国王選挙後に、 メルゼブルクで行われた集会において、ドイツ王ハインリヒ二世は、ザク戦法を尊重することを約束し、ベルンハルトは、ハインリヒ二世にせえ、槍を手渡した。後に、ポーランドと対立していた皇帝ハインリヒ二世を、ベルンブルクはわずかに支援しただけで、1018年に、バウツエンの和訳の中立ちをした。1019年、または1020年にベルンハルトは、反乱を起こし、 すべての民族の権利を認めさせた。オボトリート族のチョーゴットシャルクの支援を受け、再び帝国に近づいたスラブ人と連携した。1024年にベルンハルトはコンラート2世のドイツ王位を認めた。ベルンハルトはシュターデハク及びベルルハクとは対立していた。また、ブレーメン大司教やザクセンの司教、特に1043年以降はブレーメン大司教、 アーダルベルトとも対立し、弟の死の原因がアーダルベルトにあるとした。弟ティートマールは皇帝ハインリヒ3世のクワダテにより1048年に暗殺されたと言われている。1024年から1025年の間にベルンハルトはハンブルクに新城を築いた。ベルンブルクは1059年に死去し、リューネブルクのカルクベルク城に立つ聖ミハイル。 修道院の教会に埋葬された。ベルンハルトは、ノルトガウヘン教博、ハインリヒ・ホン・シュバインフルトの娘アイリカと結婚し、5人の子を設けた。ありがとうございます。